足の悩み相談室ウォーキング専門店フラット仙台東口の佐伯でございます。本日のお話はですね、こちらのサンダル、こういったストラップのあるサンダルを履いている方はですね、ぜひ、今の時期緩くなっている方が、多くいらっしゃると思いますので、しっかり締めて歩いてみてください。特にこのヒールカップをですね、かかとにこうくっつけるようにして、かかとをぐっとこう押さえますと非常にかかとからスムーズに歩けますので、かかとをここにこうくっつける感じで紐をしっかり結んでファスナーを上げる、そうしますとローリングしやすい歩き方が、サンダルでもできますので、今の時期に多い、サンダルのですね、足のトラブル、を改善することができますから、ぜひこういった、ストラップをしっかり締めて、歩いていただきたいと思います。今の時期はどうしてもこう緩みますから、今日はチェックしてみてください。皆様のご来店をお待ちしております。